かると巻き込まれたなって思う。考えます。え、何ありがとう。何グラのお題、何グラを考えます。よかった。何グラを考えます。久しぶりです。皆さん2人組やから聞き取れへんくならないように2人で。みさらちゃんとかがさ、あーかくらわーって言った瞬間、裏でマイティさんが声でかいなーってもっちも言ってた。いやマイク通すと余計でかいんですよね。え、皆さん何グラを考えたくてこれは必要なのに大丈夫、じゃあ一回取り持っとこうか。皆さんこんばんは。2カメです。あ、なんかいいですね。あ、やっぱ開けたやつ。痛い痛い痛い、肺が痛い。え、なんかさ、こう見たらマナの画面バリ文字でかいな。あ、やばやばやば。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。あ、皆さんごめん、気管入った。すみません。バイバイ。気管入ったから咳して、目うろって美女よくなった。あ、もうユフトもありがとうございます。美女よくなりました。あ、おじさん、おじさん、これはタワー。ありがとうございます。ありがとうございます。目移り言わんといても、最近ミシュラのファンの人もありがとうございます。みんな目移り言ってミシュラのこと嫉妬させて。お久しぶりです。そう、ナングラを考えたくて。今回のナングラのお題は何ですか？皆さんギフト本当にありがとうございます。全部読み切れなくてごめんなさい。熟成オーディションの最終審査で候補生が驚いた、どんな審査、どんな審査やろう。わあやばい。あけちゃさん、タコありがとうございます。牛さんさん、なんだこれ、なんか掛け軸みたいな。ありがとうございます。セレゾーさん、タコ、金のタコありがとうございます。野原しのすけのすけさん、レインボーさんありがとうございます。皆さんなんかいろいろありがとうございます。汗かきすぎてますか。そう、うわ待って、公開体重測定やばいな。それやばい、やばいな。誰も、もうその瞬間まだやめる。あ、ありがとう。全世界生配信やば。ななみちゃん可愛い、ありがとうございます。どうしようかな。あ、皆さん今日気づきました。今日はあの最近の固定ヘアをしました。お揃いで。多分誰も気づいてないです。アイピをご飯に連れて行けば、こうか。確かにアイピさんをご飯に連れて行ったら、始めたばっかり、始めたばっかり。みえちゃんのいる公園、他の用事やりすぎて申し訳ない。うわー悲しい。次は5月5日の N シップ公園です。皆さんお待ちしてます。審査員にアンミカさんがいる、やばいって。もうまだただパロディーとしてなんかやってるだけで。うん、スタモンに1回緊張してるって聞かれるって、それ絶対マナやん。審査員今日お揃いなんですよね。髪の毛、あ、ごめん、もっとちょっと痒すぎちゃう。え、おそおそでーでーん。え、何何、なんか発表発表なんと、そゆきが髪の毛を外しましたみんな泣く。アルミズヤさん、金のタコありがとうございます。みやかちゃん、金のハートありがとうございます。徹夜麻雀選手権一人称私以外全員合格。絶対モノ、え、モノモノも嬉しい。まあまあ、金ピカで嬉しい。まあまあまあ、N シップも結構、 N シップも結構久しぶりですね。グルさん、金のタコありがとうございます。アイピとご飯食事行けそう。え、頑張ります、頑張って誘います。そうさ、ダジャレ恥ずかしがらずに言えたら合格。確かに。じゃあマナ不合格かも。今日ナンパラだけ。そう、今日はナンパラエティ公園に出演させていただきました。あ、ゆらくん、金のハートありがとうございます。首まで浸かるドクターフィッシュ体験リアル審査やば。アイドル本当に良かったです。ありがとうございます。ななみちゃんも金のタルもありがとうございます。ゆらくん、くまありがとうございます。ありがとうございます。久しぶり、元気と元気です。アイドルになるために生まれてこない。え、どうしようかな。相手あんな感じやけど、誘われたら絶対嬉しいと思う。うわうわ、ゴールデンウィークを目指して頑張ります。テイテイさん、だるまありがとうございます。レモン78さん、拍手ありがとうございます。じゃあ、ワイサツキさん、すごい。誕生日一緒って結構さ、聞くけどさ、結構珍しくない？あ、初めて劇場でニエさんに会える日が。おー、マジか。待ってます。5日かな。
大丈夫か、大丈夫やね。え、どうしたらいい、どうしたらいい。トロピカーナルの一番面白かった。いつなの。カッツ公園で遊びしてる。ありがとうございます。めっちゃ美味しい。ありがとうって言ってて。バチラ、次のバチラ発表だね。取材バチラ、うん、バチラ、みそにゃんの推し。はい、私はナギ、不統合、イサギ。不統合やめてよ、もう DD すぎ。どうしよう、あ、そうそう、さゆきにウェハースもらいました。ねアレブさん、クマありがとうございます。萌えゼリフ選手権、家族のさんが、やば、先輩メンバー、じゃあフルアンキ、うわ、やば。私の友達とラーメン食べてるわよ。おあのウェハースだいぶ買ってるだけど、凪は出ない、ね、私もう20個買った。まだも食べたい。私もラーメン食べたい。持ってきてください。ウーバーイーツ、ウーバーイーツしてください。トーニマーさん、誰もありがとう。ミッチーさん、南極で GSG、 うわ、南極で GSG 行けやばいな。ありがとうでした。ありがとう。ちょっと、南極で GSG 行けいいな。後ろにもやつりしてる。ありがとう。絶対、絶対今のはもういかんけど。あ、やばい、今日はね、ゆきのさんが公演終わりにジュースを買ってくださいました。やばくない。私もあの遊んでる時さ、プリクラ撮ったんやけどさ、ちょっと距離って離れる時あるやん、プリクラってやっぱり距離感むずいやん、そしたらこれ寄せてくれ、ゆきのさんってマジでな、あのそういうとこあるよ。あの先輩、あのいつもフレンドリーに接してくださってるけど、時々こう先輩の偉大さを、だからめっちゃ今日技術を感じて、ゆきのさんからで、そうキュンポイントがあって、まずそんな何飲みたいじゃなくて、何飲む、お揃いのやつ飲むから言ってみたいな。で、え、私これ飲みますよみたいに言ったら、はい、渡してくださったんです。どうしますか。だから今日はもう本当に、あ、ゆめちゃん、ちょっとゆめちゃんだけも、ゆめちゃんが損たてくれ、見たん、何だっけ、エゴイストになるよみたいな。もう小雪が一番やりたい。この間九期の何人かでカラオケ行って、まなみもいたよな、カラオケ行った時にさ、急にあの和歌がこれはみそちゃんにやってほしいって言ったの、イントロドンしてたよな、みんなで、うん、いやもうイントロドンやってる時に画面見たらあかんねん、画面見たらあかんくて、和歌が曲を選ぶって言って、でうちらはみんな後ろ向いて、曲が始まったら誰が一番に歌えるかみたいなやつだけど、もうごめん、これはみそちゃんにやってほしいって言ってマイク渡されて、小池ながら瞬間一人でさ、うちもこの年になるとやってたよな。そう、そうカラオケでやった。で和歌もめちゃめちゃ楽しそう、和歌もノリノリで、あみそちゃんとか言って、みんなで小池やってた。あ、ゆきちゃん、ありがとうございます。ななみちゃん、掛け軸、これなんていう巻物、ありがとうございます。巻物、何やろ、せーの、へいへいを恥ずかしがらずに言えたら合格。おお、恥ずかしがらないでよ、みんな、いつもこっちは毎回言ってんねん。10期入ったら急遽おごる場合に、え、マジで全然ほんまにウェルカムです、おごります。久しぶりです。みんなに会いたいです。私も会いたいです。緊張した。寒かな。早くナングラ考えていて、それな。ナングラどうしましょう。え、今のところあれは、今のところの応募は南極で GSGK ですね。オーディション番号が MBTI の診断結果。皆さんの MBTI は何ですか。明日休憩公演、めっちゃ面白い。 IP マナミンと食事行きたいけど誘えないと言ってる。今行きたいって、うわ、じゃあ誘おう、バイクさんに誘っちゃおう。やっさん、くまちゃん、ありがとう。ゆらくん、かわいい、ありがとうございます。へいへい言うの恥ずかしいんかい。まあ、あれはちょっと恥ずかしいでしょう。めっちゃゴンちゃん行きたい。え、待って、行きたい、待って待って、行きたい、行きたい。ゴンちゃんちょっと遠いよな。スタバ、スタバであれ飲むわ、あの今やってるコーヒーミルクティーみたいなやつ。あ、パッコみたいなやつやろ。何それ、なんか美味しいラッツ、へいへい言ってる、へいへいがそれ言ってる。そう、マナマジやから不合格。橋田さんがやってめっちゃ楽しんでるけど、マナミが弾む。橋田です。あ、お疲れ。お疲れ。橋田さんカスタム信じてるから、そら。あ、ISFG。INFG。編集号はできてもらえないですけど、ボズ寒すぎて。結婚して、ありがとう。ミスラちゃんに目移りしてます。それはオッケー。え、ね、元気、ありがとう。ちょっと頑張りすぎた。え、元気、もう逆に元気。ちょっと明日、ミスラちゃんの先端 T シャツで。え、どうしよう、GSGK。見つける。マジで見やすいから。
からな、ぜひ審査員。審査員がブレイキングナイン風の。いや、嬉しい。いや、ナイキサさん。ナイキサさん、マジでな。ブレイキングナインの時は、ほんまに。ね、地獄の雰囲気でしたよね、あれは。ヤスさん、タコありがとうございます。え、どうしよっかな。ミスラもウエハースめっちゃ食べてたタイプで。あ、そういうことか。すごい、ツイステッドワンダーランド。え、どうどうどう好きで、その当時ウエハースについてるカードがもうマジで欲しくて、2ボックスぐらいめっちゃ伸びたくないです。めっちゃくらい伸びたくない。どう伸びたな、マジ長い。え、マジ、え、ごめん、ごめんぐらい見たら見てや、もう超えてきてんじゃん。うん、もうマナミンやん。ちげえよ、違うよ。え、まださ、なんか伸びてなくない？一緒。カードだけ全部回収して、その60個を全部。オールウェイズこの長さよな。入れて、100個持って行ってみる。なんかサソリ、怖。お題は、10期生オーディションの最終審査に10期生のみんながびっくり、その審査内容とはみたいな感じのやつで。人には許せないタイプです。これ全然。簡単にコオロギ早食い選手権。うわ、やば、絶対無理。何人かそもそも推しがいる中の一人がミスラならいいけど、ホノピーのジャイルはミスラとか言ってたのに、結局目移りしてるんかいっていうのはちょっと嫉妬するから嫌ですね。え、どうしようかな。30枚目のシングル作成、どれだけいい曲をかけるか選手権。どれだけいい作詞ができるか。じゃあ30枚目シングル作詞、何やろ。作詞作曲、作詞作曲審査。しんどっ。まあ絶対無理。一旦さんヒットしますみたいな。はい、入れるわそれ。ミスラもこの間何倍のくじ引きで審査。うわ、だから早く縛りたいんだな。めっちゃなんか言ってはったけど分からへんかったから。石山さん、とりあえずもうジェスチャーとうちはありがとうございます。アンさん、ハートありがとうございます。でも最終的に関ヶ原、関ヶ原チャーハン早食い。うわ、私が今の方がいい。マジで伸びたの。最近会えてないよな。確かに最近はそうですね。倍ぐらい伸びてる。2倍伸びた気がする。また次は5月5日なので皆さんお待ちしております。ウインクして伸びた気がない。できんね。てか見て、まだ姿勢ある。ちょっと待って、俺世界に発信したよこの体勢。姿勢びっくりした、びっくりした、びっくりした。姿勢悪すぎてびっくりした。でもあれよ、みんな公演終わってるしね。でもなんかどんどんこうさ、あれやな、椅子ってさ、もたれたくなる。え、そうやねん。え、どうしようどうしよう。え、1個南極で GSGK と、ここら辺に頑張れ。何だっけ。え、明日ってさ祝日なん本来は。あ、祝日、祝日なんや。祝日、まあ、あのうちらも毎日さ、なんか劇場来てるからね。いつが土曜日日曜祝日わからん、わからんくなってきてるとかあるよ。30枚目シングル、うん、作詞作曲審査。ミスラもね、今日の流れが終わったから、あ、それじゃない。一旦5月4日のね、M公演に頭を切り替えて。そう、祝日とかねさ、あんま概念ないくない？概念、何が？祝日って概念がここにいたらないから。祝日って何って感じ。祝日こそこう公演とかをしてるから。そうよな、みんなの平日がうちら休日なんで。確かに、ユニバ行くよね。ユニバ行くよね。さすがに空いてるよね。誘ってよねって。誘うわ。え、年パスね。え、もう切れる。もう切れ、あ、行こう行こう。来月切れる。え、行かな。待ってます。こんばんは。姿勢悪い、今やばい、配信しちゃってんだよね。ナンバも上田も人多かった。確かにゴールデンウィーク始まったかな。マツさん、私も、かっちゃん、祝日考える系の何ぐらい。え、まだ何したっけな。シルコさん、誰もありがとう。なんか4日の M 公演投げようかもやってたよ。ちょっとほんま久々やね、この4ヶ月と。みゆかちゃん、レインボースターありがとうございます。アルミザーさん、応援、こんなに何回出てたのに応援してる、ありがとうございます。誰の声だ。今はさゆきとみそらとりささんが今。何メロちゃんですか。やばい、ほんまになんか柄悪いと思われる。このポーズ今日した、このポーズ。え、もう何回もしたよ。まあ今日ちょっかいかけるって言って。誰にした、ちょっかい。マイさんに一番ちょっかいかけた。私は結構、え、マイさん、え、で、あの最後もうチャンスがないと思ったから、あのさ、なんでやねんアイドル、なんでやねんアイドルのここ、こう行くとこあるやん。あそこでリサさんとさくらさんにもうここぞとばかりにこう行った。まだ子供心は忘れてません。で、平日あれば行きます。待ってます。
また可愛くなったって、こう嬉しいこと言ってください。明日日の日の日、あ、そうや、定休日の日や。明日定休日の日で作ったわ。髪が足りないです、ね。懐かしい、マッサン、レインボースターありがとうございます。嬉しい、ありがとう。またバッグにあげてください。今日久しぶりにマナリのパフォーマンス見られてよかったわ。ありがとうございます。またお越しください。自分もあのタバコ作りたい。いやでもあのなんか集めてるのは知ってサンリオ。え、言っていいのないアニメどれ何か。いざ作って目の前に。え、ブルーロックっていうサッカーのアニメのやつをもらいました。もうまた明日も買いたすよね、さすがに。もう明日来るわ、多分。マニージャーまたウェハース寄付するね。え、全然。ミサラちゃん、ウェルカム、ウェルカム。ウェルカム、ウェルカム、ウェルカム。ちょっと公演前に買うわ。ウェルカム、ウェルカム。さあ、明日の曲。明日の曲。わからんやん、ネタバレしないでください。わかんないじゃないですか。どうせ、カモネギが始まったら。ジュルルーって。カモネギからいきなり。わかんないよね。でもさ、高根のリンゴめっちゃ好きやねんな。え、まだもう。もう一回したい。めっちゃ好き、高根のリンゴ。え、待って、ここさ、ライブでやったよな。え、高根メンツ？高根、あ、やってない？やってる、やってるよな。やってる。だってみんな、投資リハの日の朝5時までフリーレシーだから。やってたね。投資リハの日の朝5時。マホさん、リンゴありがとうございます。なんかさ、みんなでさ、じゃあ熟成しながらやったよ。やばかったよ、マホさん。あ、投資リハの朝5時までやらないと間に合わんレベルのフリーやから。だからさ、特別公演の時結構楽じゃん。楽した。みんなが苦しんでるけど、うちらライブでやったしっていう。そうそう。めっちゃおもろかってさ、あ、言うたらあかんか、あんま。なんで？あの、音がさ、一回、あ、そうや、一回切れたよな、ライブの時。それでいい。あんなに連絡リュウさんが飛んだらしくて、ここで飛んで終わったって言ってて、めっちゃおもろかった。ねえ、あんな練習したのに出だし、音止まったから結局失敗した。めっちゃ顔に出ちゃった。え、もうまだポーカーフェイスやったで。すごいな。ポーカーフェイス、すごい。店の人が最近めっちゃ顔に出るから。うん、マジ顔に出やすい。でもなんかあそこで一回緊張がさ、もうなくなったくない？確かに。こう、一回、あ、ってなって、何も考えずに一回笑ったからな、緊張ほぐれたよな。ブルーロックハマっとる子多いな。映画があるからね、今明日振り返り授業で。そういうこと、映画に合わせて結構みんな松崎さんもか、まあ、それが私、みんな一緒に頑張りましょうよ、ね、待って、ちょっとミサラ子さんなのっていい？うん、いいよ。何ですか？ちょっとアニメに関しては結構疎いから、みんなが進めてもらったものにハマりたい。だからフリー見てよ。フリーね、ちょっと暇な人は楽屋の掃除しといてと言ってこそっと審査。うわ、めっちゃしようまな。そういう時は公演お疲れ、ありがとうございました。ないです、ありがとうございます。え、どうしよう、短くなってもしっかり両唇の色ないわ、ごめんなさい。噛んどけばいいんだよ、噛んどけば。噛む？ウェハースカードなんていがらしゆうちゃん、ま、ありがとう、だるまも。え、まあ、ブルーロック見ようかな。見て見て、だからコラボカフェ行こうよ。あり。え、でも見ずに行って楽しめるかっていうのもありじゃない。でもキャラわからない、楽しめんだよ。え、くまちゃんピラミッド買ってるわ。フリー見てほしい。ピラミッドちゃう、タワータワーとピラミッド間違えるやついる。最終審査までの日常の過ごし方を撮影してて審査。うわ、なんと気抜けな。ありまし、ニールかわいい、ありがとう。あゆまに勧められたブンブンちゃんとフリー、あ、そうそうそう、コジリンさんと最後カメラにね、ジョジョ見て、ジョジョ見て、一旦なんか全部まとめて、終わりのセラフも見て、まとめてやらして、どうしよう、まとめて見てから。知らんとコラボカフェ。え、じゃあとりあえず、え、ちょっとみんな決めよう、何グラ。え、ごめん、私たち終わってる。いち、え、何したの？私よりも声が大きい人。はいはいはい、はい、スミソ。それは熱々のたこ焼き食べてリアクション対決みたいな。え、まだ、あ、どうしたらいいですか？え、でも私あれがいいと思う、 GSGK。 南極で GSGK。 南極 GSGK やばない？ GSGK 伝わるよな。現地？皆さん GSGK 知ってますよね？知ってるでしょ、皆さん。GSGK 現地集合、え、いっか、じゃあ南極で GSGK に決定。もうさ、あ、かっこいい、名前読み方合ってるかな。え、これってさ、なんかランキングとかがあるんやったっけ。うん、あるね。これを読んだらいいってこと。クマ、いやでも私たちじゃなくて、多分あ、セクト。ありがとう。オッケーオッケー。南極でし、来れた人が合格。え、なんか南極、え、嘘、ちょっとこの後見よう。南極ってさ、じゃあ見てます。ユマに勧められたの。行くん、めっちゃあれなの。配信でさきちゃんにブブ勧めたって聞いたとおり。そう、ありがとうございます。熊田は今日めっちゃ絵うまい、はい、最近絵の調子いいねんな。画家になろうかよ。 それでは、なんか久しぶりに、なんか南極で GSGK に、ありがとうございます。大学生、いや私高校3年生です、まだ高校3年生、ありがとう。南極行くアニメありましたよね。ありがとうございます。何だっけな、南極行くアニメ。ハマってるので、
ブルーロック好きな方ぜひ。でも私アニメしか見れてないので何やったっけ、ちょっとね漫画の方もちょっと書いたいな。なんかあったんだけど、こちらこそありがとう。ちょっとね大人買いはすごいですね、なかなか。ドラえもん、ドラえもんちゃう。あ、そうそうそう、空よりも遠い場所。そんなんじゃなかった。皆さん知らないですか？ドラえもんやばい。絶対に、まあ、行ってるでしょうけど。ね、誘われてるんです。あ、そうそう、宇宙よりも遠い場所。これ宇宙は宇宙よりって読む。よりもいって訳されてる。あのアニメ止まりしてだからアニメより先のキャラクター本当にわかんないから。ありがとうございます。あ、空がやっぱ空よりも遠い場所。ありがとう。漫画もちょっとまあタイミングを見て。です。徐々見出したらまた語り合いしよう。徐々見出すと思うので、みんな順番に見るから待ってください。南極で GSGK。はい、それではそんな感じでこのゴールデンウィークたくさん見れたらいいなって。そう、お母さんの思い出たどるアニメ。そうです、そうです。皆さん見てください。南極に行きたくなると思います。ゆうさん、ひとでさん、ありがとうございます。じゃあランキングを読みたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。11位さとくんさん、ありがとうございます。何位から読んでたっけ。13位か。ではいきます。13位、みよかちゃん、ありがとうございます。12位、はるみざわさん、ありがとうございます。11位、ていていさん、ありがとうございます。10位、やっさん、ありがとうございます。9位、ふたばちゃん、ありがとうございます。8位、レモン78さん、ありがとうございます。7位、セルゾーさん、ありがとうございます。6位、ねはれむさん、ありがとうございます。5位、ななみちゃん、ありがとうございます。4位、うしさんさん、ありがとうございます。3位、ゆらくん、ありがとうございます。2位、まほちゃん、ありがとうございます。そして1位がおじさんさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではですね、何グラも無事決まったので終わりたいと思います。お疲れ様です。マジフリー、マジほんまにいいから、バイバーイ。もうほんまに大好き。